あなた、またチャンス逃がすんですか？日本は変わってきています。17年ぶりに消費税が導入されています。また22年ぶりにオリンピックの開催も決まっています。するとどうなるか。今までデフレ基調だった世の中がだんだんインフレ基調に変わってきます。今までの考え方、お金を持っていればどんどん価値が上がっていました。これデフレだからですね。ところがインフレになるとお金を持っているとどんどん価値がなくなっていくんです。何かに変えないといけません。価値ある何かに変えなければあなたのお金はどんどん目減りしてしまうんです。今の話、お金持ちだけのことだと思うでしょ。でもお金は天下の回り物って言いますよね。回り回っていずれあなたのところにも来るんですよ。こうした日本の大変革、あらかじめずるい人は分かってるんですね。今度こそチャンスを逃さないでください。ずるい人に負けないようにしてください。だからずるさに勝るトレーニングは必要なんです。そのずるい人、何を考えているか少しご紹介しましょう。はい、ここに3枚ですね、トランプがあります。これ契約書だと思ってください。で、実際何か契約をした後、この契約でいいのかなと思ってそこでカードを引きます。すると先ほどと違う結果が出るんですね。ずるい人にこうやってごまかされてること多かったと思います。だからここでずるさで勝るトレーニングが必要なんですね。本書はずるい人の考え方をクイズ形式で学べるようになっています。クイズをすることによってずるい人がどんなことを考えているのかというのを知ることが重要なんですね。あなたはあるゲームに挑戦します。ルールは箱の中に入っている白か黒の石を取り出すだけです。あなたは白色の石を取り出せれば勝てます。対戦する相手が箱を作り、あなたは石を入れることになりました。あなたが白い石を取り出す確率を上げるにはどうしますか？クイズにはラテラル指数という指数を作りました。各クイズに回答したら星の数を点数入れていってください。最後に集計した時にあなたのラテラル指数が出てきます。ラテラル指数の低いあなたは大変な罰ゲームが待っています。どんな罰ゲームかは本書でご覧になってください。